シーハル君第1話、感想会さあ、こちらのご覧のメンバーでお送りしたいと思います。紹介してまいりましょう。まずは私、パフォローゴロー、竹川です。よろしくお願いいたします。 そしてします。はい、細いとメガネの元です。よろしくお願いします。お久しぶりです<ー>よろしくお願いします。作家の森笠です。よろしくお願いします。お願いいたします。そして本日もゲストの方お二方来ていただきました。まずは、えー、アーティストイラストレーター、えー、立尾先生ですよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いいたします。さあ、えー、そしてもう一方ライターの洋平ペンギンさんですお願いいたします。 よろしくお願いします。はいということで、今回はこの豪華なメンバーでお送りしたいと思います。さあ、ちょっと、えー、マーベルドラマ、えー、間来ましたが、待望のシーハルク第1話ということで、皆さんと一緒に語ってまいりましょう。さあ、えー、まあ、第9話で構成されてるっていうことですかね。第、はい、9話予定。予定。<laughs> <laughs> はいはいねまあシーズンワンみたいな表記もあったりとかしてね、えー、シーズンツーどうなるんだみたいなところもまあまあ早い話ではありますが、えー、第一話、えー、見ていっての皆さんの軽く、えー、感想なども、えー、聞いていきたいと思いますではまずは野本からお願いいたしますはい、はい、えっとあのー、ハルク好きなんですけど <laughs> ハルクっていうよりまあブルースバナーが最初入った人間なので本当久しぶりにあのーうん 普通のブルース。はいはいはい。ね、<laughs> あの緑、緑じゃない、はいうん、あの本当久しぶりに見たのもつかの間みたいな感じで。<laughs> もうちょっと見たかったなっていう気持ちもあったんですけど、でもすごくなんか。うん、まあ第一話でたくさん出てくれて、すごく嬉しかったです。ね、はい、なんかまあ語り部みたいな立場でね。はい、えー、そうなん,んですか。あれなんですかね、そのスペシャルゲストみたいな感じだったから、この今回。 がメインで、あとはあんまり出ない感じなのかなともう <laughs> ちょっとなんか,、うん、かそんな感じもさしました。はい。確かに。でも出てほしいですね。なんかすごく嬉しそうだったんでやっぱその、うん、仲間みたいなのが増えた、そうテンション上がってる感じがやっぱちょっとそうですね。ひしひし感じたので、はい。うん、私も嬉しかったです。<laughs> またの登場も願っていきましょう。ありがとうございます。ええー、そして立尾先生お願いいたします。はい。あのー、コミック クスと同じようなテイストであったらいいなと思ってたので、はい、ほぼまああんなすごくコミカルな、うん、コミック的な展開で、はい、あのあったのでしめしめっていうところでしたねい <laughs> はい <laughs>、はい、だからこれでまああの三十分ちょいぐらいの尺で、うん、短くポンポンポンとこう、はい、面白いいろんな そのシーンだったりいろんな事件だったりっていうのがこう入れ替わり立ち返り入ってくるっていうようなやり方だと結構この先楽しみだなと思いました、うん、はい、はい、ありがとうございます、はい、そうですねやっぱなんかこうムーンナイトとか水マーベルとか結構ねヒーローにヒロインになる みたいなところをじっくり書いてた作品の後に結構ポーンという感じでえもう変わって下地がしっかりできてじゃあこっからどんな事件と関わっていくのかみたいな感じのスピード感がすごく良かったなという感じも僕もいたしました。はいっていうところでまたえーいろいろどういったキャラかみたいなところは えー、実際にこの第1話振り返りながらまたいろいろ解説していただきたいとは思いますが、えー、今回のこの実写化に関、えー、ドラマ化に関しまして、まあ、監督であったり制作人、えー、脚本であったりそういったところのなんか特徴といいますか洋平弁義さんに教えていただきたいと思いますお願いしますはいまあ、えっと、今回明確にとりあえず、えっと、そもそもとしてシーハルクというキャラクターが比較的コメディよりな,、はいうん、な作品が多い はい、あの翻訳版の出た立尾、ね、さんが表彰書か,かれた、はい、あの翻訳版のやつの表彰書か,かれた、えー、とダンスロットのーハルクもそうなんですが、まあはい、結構コミック。 よりなストーリーリが多いんですね、はい、あの全部が全部そうではなくてシリアスな話もあったりするんですけどで今回は明らかにそのコメディで作ろうというフォーマットでやっていてさっき9話という編成だという風な話になったんですが、はいえっと、時間がですね30分まあ約30分という、うんえー、形で多分全,全話とは言い切れないんですが、はい、ちょっと。 もしかしたら違うかもしれないので分かんないんですけど、でもまあ30分で作る、35分だから30分で作るというやつで、うん、ででいわゆるシットコムとかにあ,りある、向こうの海外のコメディとされるものは30分で作ってるんですよ、ドラマって結構 <laughs>。まあ、これがなんでなのかはちょっとも詳しくは知らないんですが、ほぼ,ほぼほぼほぼそういう風にやってるんですね。で、ただ、えっと、とは 言いつつですね、えっとまあそのコメディで作りますよというところでえっとまあ作家としてもまあ比較的コメディというか作家はですね実はアニメ系の人たちが結構参加していて、うんはい、あのえっとまあ顕著な人たちで言うとまあこのお話作ってる人のメインの作家の中にはえっとやっぱりあの これも前、えっ、ー、と、ロキとかの時もそうだったんですけど、同じ人たちではないんですが、はい、えっと、はい、やっぱりリカのボィの人たちが結構参加してる。リカのボィに関わってた人たちが結構参加してるっていう形で、はいはい、まあ、なんか意外とフェーズ4のドラマはリカのボィから <laughs> <laughs> 人を引っ張ってきてるな、みたいな感じになっていて。うんあの結構、マーベルってそういう感じの、なんて言うんでしょうね。 はい、バルク街というか、うん、<laughs> コミュニティっていうあのコメディドラマから結構その制作人を持ってきてたりしてたので、ルスト兄弟を、あコミカルか、コミカルって名前になってるけどね、はい、日本語では。はい、あのルスト兄弟と、まあ、その関連の人たちみたいな形で結構連れてきてたりしたので、はい、あの今回はなんかリカノモティの作家が多いのかなっていうところもありつつ、うん、あの まあ、もう一つあの特徴的なのが、ゼブ・ウェルズっていう、今、はい、マーベルの、えー、とスパイダーマン等を担当している、はい、あのコミック作家、ケン、うん、というか、まあ、作家なんであれなんですけど、えっと、もっとその、はい、えとロボット・チキンっていうですね、はい、えと人形劇、<ー>コメディパロあパロディ人形劇を <laughs> えーとカートネットワークで。 やっていたんですね。はい。それのえー、っと結構あのにえー、っと参加していた監督のうちの一人、監督兼作家の一人で、はい、DC コミックとかのよくパロディをお<ー>あ,ーあのあれなんでえー、っと基本的にえー。 カートネットワークってワーナー系なので、キャラを使ってもまあ問題はないといえばないみたいな。あとは「スター・ウォーズ」のパロディとかをよくやってたシリーズがあって、それをですね、やってた人が入ってくるっていう形になってるんですね。で、マーベル・ゾンビーズって今度やる、えっと、あれはアニメかなアニメで多分やるシリーズのメインのライターもやることが内定してる人が。 入ってるっていう形なので、うん、まあかなりかなりコメディーりになるんじゃないかなという作り方も。で、すごく人気のある、はい、人気のあるというか、まあ、そう腕のある人たちを集めていて、うん、で作ってる人たちが元にしたっていうふうに言ってるのが、えー、とまず大きいのが、えー、とこれはあのダンスロットが作ったやつ、はい、でも。 全く同じなんですけどアリーマイラブっていうこれね世代的にはすごいあの特性の世代しか知らない多分ドラマだと思うんだけどこれですね顔に近づけると顔に近づけるとアリーの顔だけが出るんですけど あの一時すごく人気があったというか、本当に一時期すごい人気だった法廷もののコメディー。女性弁護士を主人公にした、弁護士だったな、弁護士、ょ弁護士でしたね。そう、弁護士しか出てこない。そういういわゆる法廷ドラマのコメディー版をやったんですそれが非常に当たってですね、それが多分まず一つの。 ちなみにロバート・ダウニー・ジュニアが復帰しかけたのはこの作品です。<laughs> 復帰しかけてますからね。なっこれですっごい人気出た最、うんあの。恋人というか好きになる人みたいな感じで出てきて。うんはいはい でものすごい、あの歌とかもうまいんで、ものすごい人気になったんですけど、シーズンの途中で施設入っちゃうんですよ、アルコール。ああ、なるほどだって、あれって、もともとそのロバートダニジュニアの役の弁護士とくっつく。設定だったのに、途中でその。だったので。 あれいなくなっちゃって、あんなにいい仲だったのに、疲れちゃうのっていうのは、そういうなんか大人の事情があったっていうの、後で知ったんですよね。なるほど。ストーリー的におかしいなあっていう感じ。まあ因縁深い作品である。まあ本当にあの人気があって、それがまず一つ。まあ。 あの大きくベースになってるだろうというところで、あとまあ、えっと、まあ、これまあ、後でまた話をしようかなと思うんですが、はい、シーハルクって基本的にその、なんていうんでしょうね、あの、観客に話しかけるというか、うん、読者に話しかけるというキャラクターで、うん、デッドプールよりも早い段階で、実はそういうキャラとしてコミックに登場してたんですね。別にそれって、なんていうの、う能力とかとして作られていたわけではなくて、本当に、あの、 で別に幻覚を見てるとかでもなくてとにかくシーハルクって別にそんなに元から人気があったキャラクターではなかったので、うん、好きもっとなんか見たことないものをやってくれって編集者に言われて多分そういうギャグをやりだしたんですね。うん、で結果それが結構定着して一時そういうキャラとして。 まあ大人気になったわけではないにせよ、ば、まあうん、そういうキャラクターとして描かれるようになったんですね。はいま、で、それが、えっとまあ、今回のドラマでも入ってましたねやや使われていて。びっくりしました。今までマーベルの MCA の少なくとも作品の中では基本的にそういう使われ方はしなかったじゃないですか、うん、キャラクターそれがあの ただ、えっと、ドラマで2016年にイギリスで作られたドラマのフリーバッグっていう、はいえと、フィービー・ウォラー・えー、とプリッジがという、はい、あの、ハンソロのドロイドをやった人ですっていう。女ドロイドをやってた。<laughs> はいはい。<laughs> なんですけどあの、インターネットだと、あのね、にえっ、ー、と、なんだっけ、サプライズ忍者理論。 話題になったのはい、脚本を作っている中で、あの忍者が突然出てきた方が、忍術 <laughs> 出てるとき登場人物を殺し出した方が面白いんだったら、その脚本は寝られてない、よくできてないものだというふうなことを、えっ、ー、と、本の中で言ったことが、なんかネットで取り上げられて、はい、すごいそれが独り歩きして、うんうん、いやその忍者には勝ててたのみたいな、<laughs> <laughs> <laughs> そういう話じゃないんだけど <laughs>。はいはい、いろいろ議論の。まあね、そうで、まあ、まあ、ともかくですね、その、 ドラマがが非常にあの評価が高くて、はい、で、これがまたキャラクターが、いわゆるその、まあ比較的若めの女性で、その人が、あの、観客に話しかける。はい。ながらお話が進んでいくっていう作りで、これがかなりベースにあってるなるほど、というふうにう、まあ要は、ああ、じゃあこれをシハル君に使えばいいじゃんって、かなり参考にしたっぽくて、キャラクター性もちょっと。 フリーバックに出てくる、その主人公、名前がないんですけど、まあ、フリーバックだと思われる、はい、うん、キャラクター名もない、特殊なドラマなんで、はい、キャラクター名が出てこないんですけど、あのそういう、いわゆる、なんていうの、自由で、うん、あのウィットに富んだ女性なんだがあの、人生があまりうまくいかないっていうキャラクターで、あんまりみんなに好かれる人ではないっていう、<laughs> すごく特殊な主人公を作ったんですよ。<laughs> はい それを多分ベースにしているので、いやいや嫌、うん、なやつになってる c ルだなっていう、うん、<laughs> 今回のキャラクター性が。で、あともう一つが、ベターコールソウルをベースにしたって、<ー>あの、えっ、ー、と、ブレイキングバットの、はいはい スピンオフであり、コメディだが、ブラックコメディだが、どんよりとした気分になる。めちゃめちゃ面白かったです。最近ね、シーズンい最終回が。森川さんの後ろがね、新しい事務所ですね。事務所がなかった。弁護士会の。ああ、そうそうそう、メタコンソールのやつだね。っていうのをベースにしているらしくて、ただ、 そんなにすごく近いって感じではなくて、うん、多分フィリバックが一番近いんじゃないかないな,はい、はい、なるほど。そういうのを狙って作っていますよという情報以外ですね、うん、実は全然なくて。<laughs> はい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 。あのまだまだまだ出始めたばっかりなので、キャラクター性をこうしたんですよとかいうのはあんまり出てないんだけど、うん、あとまあ、はい、役者が話していたのは、あの、えっ、ー、と、シハルクのね、ジェニファー・ウォルターズをやった、はい、えっ、ー、と、タイアナ、マスラニーかな、マスラニーというふうに。はい はあの隣のサインフェルドに出てくるあのエレインっていう、はいまあ、女性キャラクターがいるんですが、えー、とそれをかなりベースにしてるうんういるうマーベルの映画で名前がいいつも出てこないけどコンテッサ・バレンティーナ・アレグラ・ディ・フォンテーノかなっていうバックウィドドとかにも出てきたフ、ね、ィアーズ・ドでフィアスズやってた。うん あのキャラクターをベースにしてるよみたいな話は出ているんですが、なので、まあ、その自立した女性キャラクターである、うん、というところが多分一つのポイント、うん、でかつあのコ,メコミカルなキャラクターとして多分作っていくよということなのかなとは思います。はい、そのあたりをちょっと意識しな見、見ていくと,方向性でと、方そうですね、まあ、なんか多分次の週までに多少時間があると思うので、うん、そういう関連作品を見ながら <laughs>。 なるほど楽しむと、ああ、こういうネタを拾ってきたんだな、みたいなのが分かって楽しいんじゃないかなと、うん、いう気がしますね。はい、今回はなんかよりコメディなんで、そういうちょっとカルチャーネタというか、他の作品から直接、ねうんうん、引っ張ってきたネタをやりそうな気がしている、んあんまり今回やってないんですけど、はい、やるんじゃないかなという気がしています。なるほど。はい。というところで、まあその辺のね、えー、おさらいなんか。 えー、してみるとかなりまた作品が広がっていくんじゃないかなということで、はい、ありがとうございます。はいっていうところで、えー、じゃあ実際に、えー、第1話、えー、いろいろと細かいところ皆さんの感想も伺いながらやっていきましょうか。はい、第1話といたしましては、えー、タイトルが「普通レベルの怒り」という日本語タイトル、えー、になっておりました。はいえー、まずは、えーね、テレビ、えー、カメラ越しに え何かをね演説という感じでえ話し出すね力を持つ者の責任とはっていうまあこれはなお蓋を開ければ最終弁論を練習してるみたいなところでありましたがなんかちょっと最後の方になんかね大きな力を持つ者は大きな責任がありますみたいな。 えー、あの有名なセリフみたいなところも言ってたりとありましたが、はい <laughs> うん、まあ,あここで野本も,も先ほど思うびっくりしたみたいな感じがありましたけども、はい、ねえーはい、話しかけられましたね。同僚といろいろ何、えー、やかんやよかったよみたいなことで、うん、いやいや俺の方がみたいなところがあったんですがまあ、えー、ここでカメラ目線をね え早速使ってきて、ちょっと待ってね、みたいなところで引き戻したところで、忘れ物かなと思いきや、カメラ目線でそう、先ほど言った、はるく私はそうなのよ、みたいな感じで、で、こういうことがあったのは、あれは、一緒に旅行した時のね、みたいな感じで、早速、大王の壁を破るみたいなところがありましたが、まあ、ここで、まあ、弁護士という、ということで、なんか、 パラリーガルみたいなところとかのね、なんか単語とかも出てきましたけどね、ねうん、これはどういう立場の人なんですかね俺よりパラリーガルの言うことを聞くのかみたいなあのね、ライバルの,の,の。いわゆる法律事務所アシスタントのことなんですけど。補佐官みたいな。えー、うーん、あの、うん、アメリカの。 制度なんで、日本で言うのとまたちょっと違うものにはなるんですけど、事務員ではないんですよ。事務員以上のことをするというのをパラリーガルというふうに言ったりするんですね。はいはい。だかーこそソル、ジミーが最初にお兄さんの動画を作っそうそうそう。ビターコソールで話をするとね、弁護士になるまでの過程を書くドラマでもあったので、あれとかも一応それに入る。だから 基本的にはあのー、実務をそこでやって、うん、資格を取って弁護士になるみたいなところ、家庭である人が多いのかなという気がしますね、うん、アメリカでは。でも実際には、でそうですね、直接働く、事務員に近い仕事をしているんだけど、必ずしも、うん、あの事務だけではない。 ただ、法廷に立つことは多分できないのかなうん。という、あの、相談は受けられるけど、多分、あの、実際に法廷に立って弁護士ですというふうな、弁護士じゃないので、そもそも出てこれないみたいな感じなんじゃないかなと思いますね。ジェニファーはちゃんとした弁護士だって弁護士ですね。で、多分友達の日記が、多分、女性のね、あらゆる。なるほど。じがしすいはい ということでございまして、まあ、後ほどにもね、なんかそうやって、あのね、ヒーローになりたくないみたいな、私は今までこうやって努力して、すごい、えー、頑張ってきたところで頑張りたいみたいなところがあると思うので、やっぱり、弁護士になるっていうのは、結構なかなか、アメリカでも大変なことなんですよね。いやー、大変だと思いますね。ね <laughs> ベタコールソウル見ててもそうですし。う アリー・マイ・ラブでは結構みんな、スストンストンもうなってるってるというか、もう事務所の人たちの話なので、はいまあ、ほぼ全員が弁護士なんですけど、でも、そのまあ当時は、はい、弁護士っていうと、あんまりその日本でも弁護士ドラマってあんまりなくて、なかったでですねはい、うん、であのそこで見たその弁護士の実情って、こんな。うん あれな面倒くさい人たちばっかりなのっていうぐらい <laughs> <laughs> おかしいよねっていう人たちが<ー>あ弁護士をやってるのねっていうような、うんまあ、そういう書かれ方なんですけどちょっと癖がありすぎて、うん、普通になんかお付き合いというか、うん、友達付き合いちょっとみたいな人たちが多かったですよね。フじゃないと うん、付き合えないみたいなところが。アメリカはやっぱなんか弁護士の人好きじゃないっていうのがやっぱあ,あるんですけ弁護士のことみんなあんま好きじゃないって、ロイヤーとライアー、発音が似てるっていうことだったりとか、嘘つきっていうと、あとはもう単純に本当に嘘つきだったり、あとアメリカの制度で難しいのは、ケンジーと、例えばケンジーと、日本はケンジーと弁護士なんですけど、意外と弁護士ってどっちの立場にもつくことがあって、結構ルールが。 曖昧ではないんですけど、いわゆる日本だったら、うん、えっと、さばかれる側に弁護士を守るみたいなね。うん、必ずしもいくつ、あのアメリカってそうじゃなかったりとかもし、えー、意外と弁護士って、うん、あの難しいやつな、難しいというか、どっちなのみたいな。なるほどね。意外と、日本とはまた感覚が違うかなと。うんうんまあ、より よりまあね、アリマイ・ラブとかやってたこれもそうですけど、日本を比べるとあれなんですけど、訴訟大国ではあるんで、やはり人生の中で出会う確率がより大きいだったなるすね。ちょっとしたことでもね事件になって、ただ、あんまりコミカルに描かれることは以前はなかったわけですよ。もしものの映画とかってあったりはしますけど。 法廷ドラマとしてはもちろんあるんだけど、はい、やっぱコミカルに描いたのはあれで人気になって日本でもね、うん、いっぱいあのあのあとまあダンシングベイビーが一番入りましたア<あ>ディ・マイ・ラブがう,、ねうん、うがちゃかうがちゃかしてましたよねすごい懐かしい話ですけどダンシングベイビーがアディ・マイ・ラブで入りましたあの頃からもうなんかあのなんて言うんでしょうねシン・ハルクだと、はい、そのスーパーヒーローの能力を得た ちょっと変わった弁護士っていう書かれ方をおそらくすると思うんですけど、うんはい、アリー・マイ・ラブのアリーも人には見えない、幻覚が見えて、私、ね、おかしいんじゃないかっていう,うたそうそことを送っている人って、そのダンシング・ベイビーっていうのがその彼女の妄想というか、うんはい、彼女にしか見えないイマジナリー赤ちゃんっていう、うん、そういうはい、はい。<laughs> かことだったんで、やっぱりあそこからもなんかヒントみたいなのがあるのかなっていうのは思ってたんで、そこからっていうのはやっぱりねっていう感じがしますね。なるほどなるほど、えー。っていうところがありまして、まあえー、その法廷、えー、弁護士事務所から、えー、数か月前、いとこのブルースと旅行してたときという体験の<し>、えー、映像になってまいります。まあ、ここで一緒に えー、車の中で、えー、ドライブをしてるみたいなところがありましたけどもハルクがね、えーうん、腕がね、はい、直りかけてるけてし、ね、そして、ねうん、人間にずっとおられる装置をつけてるみたいな。い,<や> <laughs> いつの間に <laughs> <laughs> あれ あれはなんかね、あのー、ハルクじゃなくて、あれ、ファンタスティック4の設定だったような気がするんだよなっていう。作ってくれたのファンタスティック4のシングっていうキャラクターが、体が全身岩なんですけど、ずっとね、はい。あの、人間の格好になりたいわけですよ。うん、<で>なるほど。確かそれで結構なんかあの、そういう人間の体になれる。 あーとか外見上は慣れるみたいな装備が出てきたりとかしてたんで、ハルクそんなの作ってたかなっていうちょっと、ただハルクも長いので、もしかしたらあったかもしれないですけど、ハルク、あの、変身すると、ブルースバンダーじゃなくなっちゃうので、機械で押さえてたところでみたいな <laughs> 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 感じではあるんですよね。あと、あの、X-Men のビーストも同じような設定で。うんはい、あるんですねあの XL のビーストは結構早い段階から人間の姿になれる機械を使って出かけるみたいな話とかあったりするんで、はいうん、あなんかちょっとまあマーベルっぽいけどあんまハルクではないのかな、うん、スキルハルクもなんかあの新しいダンスロット とでやった二期目の時に腕になんか装置つけてますつけてた。ああ、そっか、そっか、そっか。も去年とか。デタを拾ってるのかマというところではありましたね。なるほど、なるほど。まあそうだからあのなんとなくあの時期がわかる腕を怪我してるっていうのがエンドゲームの後のなんか治りかけのこのぐらいの時期かなみたいなわかる作りにもなってましたね。はい。まあそういう感じでまあ癒しの旅行みたいなところで二人で行ってるっていうところでまあ車の中で結構ね。 キャップの話題が後半にも出てくるんですけども、ね、あんな忙しくて、ね、童貞だって、あのお尻で、みたいな感じの。ちょっとあの、なんていうの、ギャグの質としては古いな、みたいなちょっとアメリカでもギリギリだろうっていう感じの。童貞いじりとか、そういう、そういうのも古くね、ギャグとしては古くねえかというところはあるんですが、とはいえ、キャラクターをまず、ちょっと あのなんていうの結局、はい、なんて言うんでしょうね。あの、いやありがちにはなっちゃうんですけど、その女性を応援しようみたいな、応援しようというか、エンパワーメントになるような作品を作ろうってなった時に、はい、あのまに、あ、やりってしまいがちなのは、すげえまともな人を描いちゃうんですよ。要は欠点のない人を知りたくなっちゃうんですよね。い,ねいい人として描きたいので。う えっていうふうになら,ならないぞという、うん、ちょっと嫌な <laughs> はい、はい、やつというか、うん、ちょっと変なところがある人だよっていうをちゃんとキャラクターとしてあの作っていくんだなというところは、今回出てる、うん、出てたなというところで。ね、でもまあ、あの、マーベルのキャラクターって基本的にそういう人たちばっかりなので <laughs>、うん、あの、なんか、トニー・スタックとか、他のキャラクターもそうなんですけど、はい、基本的にあのなんかみんな、 結果を抱えているというか。うん、比較的あの嫌なやつのところがあったりするんで、なるほど、そういうところがね、出て、まあって感じがしました、ね。結構ブルースからね、伝え聞いたみたいなところっていうところが結構大きいみたいなこと言ってたんで、<laughs> まあ、はい、前のミズマーベルでもね、あのー、こう、アントマンがあんな扱いになってるみたいなところというのも、<laughs> やっぱりこの言い伝え方によって、いろいろね、なんかあの事実が変わってくるみたいなところが。 いろんな作品でもうまいこと描かれてるのかなみたいなところがありましたがまあここでなんかあのー、我々の血筋みたいなところで、えー、チェドっていう名前とか出てきましたねなんか、うん、出てましたねねえこれはまたいろいろ関わってくるんですかねなんかねわかんないですね,ねでもあのー、コミックの文脈から言うと、はい、親戚大変なことになるのであんまりあのなんていうのはい この前やっていたイモ妹のル・ハルクというシリーズがですね、恐ろしいホラーものだったんですけど、完全なボディーホラーっていう体が大変なことになってしまうホラーなんですけど、ハルクというもののパワーを持ったやつらはとんでもねえことになっている。で、シー・ハルクも実はそのうちの一部だったので、大変な。 能力を持っているんだよってことが分かるんですが今回後でありますけど結局なんかその遺伝子とか血筋的にそういうことができてしまうって言ってますねんかだから後々ろくでもないことになりそうな気はするなと思ってしまったんですがたぶんそんなえぐい話に持っていかないと信じてはいるので少なくともこのシリーズのとか ま確かに、はい、あのコミックのブルース・バナーは生い立ちも非常にかわいそうな、うん、あの壮絶な虐待を受けて生まれただから要はハルクになる理由付けみたいなのでそういう風な設定がなされたためですね多分その話はしないと思うはい、はい、んですよあんまり正直それが面白くなるのかどうか分かんないのでとこではあるけどまあ家族が出てきたら ちょっとまあ俺としては不安になっちゃうけどまあ多分そんなひど、はい言うことにはならないとまあ先ほども言ってましたけどまあこのあと、えー、目の前に円盤がね、えー、宇宙船がえ出てきて驚いて、ねうん、でこれが結構後にも言ってましたサカールの円盤だっていうところでサカールねはいねええー、ここでグランドマスターがあーまあねえ <laughs> 何のために地球に現れたんだみたいなところもねはるかいが出てきたのですけどねしょっちゅうってるみたいな言ってましたしょっちゅうってるっていうかなんかよく合うみたいな合うんだみたいなねそんなかみたいなそんなそんなサカールってそんな感じだったっけって感じはするんですがこれコミックのコミックのネタでサカールって実はその ハルクが宇宙に追放されてから、映画では自分でどっか行っちゃいますけど、実際のところはコミックではちょっと他のやつらの陰謀にき込まれるというか、ハルク危ないので宇宙へ捨ててしまおうていうないで投げ捨てられてしまって、流れ着いた先として描かれるんですが、そこでですねハルクは奴隷として、映画とほとんど一緒なんですけど、戦わされていて、 でその中で奴隷たちを率いて反乱を起こして支配者を倒して、はい、あの惑星の王になってしまうんですね。うん、<laughs> で地球にその軍を率いて復讐しに来るっていう、うん、プラネットハルクっていう話があって、うんはい、それのネタにつなぐんじゃねえかっつってファンは騒ぎ出したんですがいくらなんでも唐突すぎねえかみたい、ね、な。<laughs> <laughs> 確かに。感じてはあるので、ただ、サカールの話をされると、コミックファンとしてはちょっとそこが頭によぎって、最終的にはハルクが地球を滅ぼす。はいはい。音響なし地球を滅ぼしに来て、そうすると、最近ね、ウの映画の中で出てきた、ヘラクレスというふうに呼ばれたけど、ハーンス。で、キャラクターがそこの中で、お話の中で活躍するので、まあ、 もしかしたら、いろんな,つながりが力技でつなぐのかななんて想像も働くんですが、まあ多分あの宇宙船を出したかった。<laughs> <laughs> で、そういえば、はるくとあんまり宇宙とか,かかってないよなっていうことで、はい、まあ、サカールにしたんじゃないかなっていうな、ね。でも、あの宇宙船って、なんかこう、乱行パーティー用のなんか宇宙船みたいな、<laughs> 描かれてますよね。 <laughs> あのめちゃくちゃなことをサカールの設定をめちゃくちゃに映画描いたので <laughs>、ね、ちょっとギャグになっちゃってるっていうところはししね、パーティー中で別に運転がもうどうこうったらしいで偶然来たかもしれない <laughs>、まあ。ただ、ただもしかしたらあの <laughs>、はい、他の宇宙系の話につなぐ、うん、のこの後いろいろやるので、はい、もしかしたらそこにあるかもしれないし、うん、あとこの後の法廷ドラマにもしかしたら、はい、どっかで。うん なななぐのかもるるほどなるほどどチーム騒動という短いドラマでも、ね、出てきたりとかもしてました,のでましたね、はい、最後の方はもう。と、はいはい、いうところでここで、えー、谷底に落ちまして、えーまあ、ブルースが、ね、あの装置をつけてたということで、えー、怪我をして、えーうん、それを助けたジェニファーが、えー、ね もうブルースが血危ないよ血危ない。<laughs> <laughs> 怪我しててあんなこと言う人なかなかいないですもんね本。本当そうです、ね、やっぱりそのハルクっていうところの立場であったり、うんうん、ええー、まあこれっていうのはあその、えー、ジェニファーの傷口に、えー、ハルクの血が、えー、ブルースの血が入り込んでっていうことになったんですけども、コミックスは、えーまあ、緩やかにコミックに近いけどハルク大血圧設定なんですよ。 コミックだと、あのー、ジェニファーにそもそも恨みがあるというかジェニファーは親に多分恨みがある、はい、えとギャングに撃たれるんですね、うん、ジェニファーが。はい、でそれのたまたま居合わせたブルースが、うんあのー、病院がやってねえってなって、うんあのー、じゃあ自分の血を、うん、輸血だっって言って言ね、あのーまあ、海外の ドラマとかにもあありががちなんでです学者れば医るっていうオールマイティーだって物理学者だぞと思ったんだけどまあまあいろいろできるんでしょうはい突然その場で輸血をしだしてですね何とか一命を取り留めるんだけど血が混ざってしまったのでガンマ線を浴びた血が入ってしまったんでシーハルクになるという設定だったんですねでハルクってそもそも結構そういうことをやっていてはいあの 別のなんていうの、うん、羊的には関係ない人にもそういう能力を分けてしまうことがあったりは,いはい、はい、したんですよ。うん、でなので、まあ、ついつまそのコミックの中では合ってるんですが、うんまあ、今回はその血が <laughs> 傷口に触れることによってあの、はい、変化してるという設定になったので、うんまあ、やや、まあ、飛躍しているけどまあ そうすると、ハルクの血、すげえ危ねえなっていう。あれですよね。インクレディブルハルクではその設定でしたよね。血が入って、血が入ってないから、まず、インクレディブルハルクのエドワード・ノートの時のジュース工場で働いてたじゃないですか。ガラナを工場で混ざる混ざるみたいな。指切ったそうです。混ざる混ざる止めろって探して、で、それ混ざったやつスタンデーが飲んで大変なことになっちゃうっていうシーンと、あと、 リーダーっていうあの、えー、なんだっけな名前を忘れてしまいましたが、ティム・なんとかかんとかってすごいいい俳優さん、はい、あのウォッチメンであのロールシャッハやってた、ドラマのウォッチメンでロールシャッハやってた人が、うん、リーダーっていうキャラクターになるシーンがあって、うん、そ,それはあのアボビネーションにハルクの血を注入した後、うん、アボビネーションに吹き飛ばされて、うん、頭を怪我して、 頭の傷口のところにブルースの血が入って頭が巨大化するっていう。おそ、うん、らく、多分そこの、それを使えば、スムーズにいくだろうってことで、たぶ、うん、使ったんじゃないかなって。全く同じシーンがっていうわけではないですけど、あるの。はいはいはい。そう、報復させるね。インクレディブルハルクれ・ルハルクのことをすぐ忘れてしまうんで確かに。なんであんなに血のことを騒ぐかっていうと、多分そこのインクレディブ・ルハルク見ると。うんね、確かに、ね。 やっぱり、俳優はシールだというのは分かっているんだけど、<laughs> はい、いかんせん見た時のタイミングの都合で、はいあの、やっぱり記憶が混濁するんですよね。うん、アンディのバージョンの「ハルク」っていう映画があって、MCU じゃないんですけど、うん、どうしてもそっちのことを思い出してしまうので、<laughs> そうなんですよね。 あのちょっとすげえ不思議な映画なんですけど、はい、あの暇があったら見てみたらいいと思います、うん、コミックという表現はどうやってやればいいんだろうってなった結果の、うん、画面を割るっていう。はい <laughs> <laughs> 画面をあの、24とかでやってた絵作りっちゃ絵作りだったんだけど、うん、そういうことをやったりとかしてですね、はいはい、すげえ変な映画になってるんで、うん、ちょっとそれはあれなんですけど、はい、あのストーリーがいつもこん混濁してしまう。うん インクレディブハルク、まあ一応ティムロス今回も出て、全員であっちのグミが戻ってくるんで、ぜひ、インクレディブルハルクこれを機に。ディズニープラスではないですよね。あし知ってます。ハルク知ってるです。じゃあ、こっちで入ってるんで、ちょっとまた見直さねえとなって、今ですね。一緒の人だと思って見て、ね。あたこまコンガルガル。決して、あの、 決してエドワード・ノートンがやったインクレティブル,ハルクの・ハ <laughs> ハルクの描き方は全然悪くはなかったと思うので、ただ単にエドワード・ノートンがやりたくなかった。続き,、うん、続きもの映画をやらないって決めてる人だったので、はい、やらなかったって言っただけなんで、嫌、うんはい、だとは思うんですけど、まあ、たまに忘れてしまう。ということで、血が入りまして、車の、ね、ドアに映る自分がムム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 とこう変わっていったところで、まあ、逃亡してっていうところで、 バンと気づくと、えー、森の中で、えー、起きてっていうところで気づくと夜っていうことになってまあ、えー、服装とかはこのね事故が起きたみたいなところであったり緑のものがついてたりとかいうようなところであったんですが近くの、えー、何か建物を探していくうちに、えー、とあるバーに。 えー、行き着きまして、えー、ここでとりあえずトイレに入って見、えー、だしなみをやっていくと、うんえー、結構このトイレに行く時の壁にまたね、はい、QR コードとかありまして <laughs> これがちょっと <laughs> ムーンナイトでもいろいろあったっていうこれもコミックスがやっぱり見れるんですかね今回はサッペジシーハルクっていうコミックで第、うん 最一番最初のハルクが出たコミックで、ジェニファーが怪我をして、えしてはい、シハルクになるまでの部分の、うん、ドラマでもあった部分のシーンは、たぶ、はいうん、そらくほとんどそこのサベージ・ハルク、うん、シハルクから撮ってるんで、うん、まあそれをぜひが読,めると読めるんです、えー。バーコード読みあの最初の 変身した後のビジュアルとかも少し寄せてて、シャツが破れてる感じのデザインとかは少し似せてはいるんですが、まあね、だいぶ違うんで。あと結構みんなコメディじゃないんで、そのいはのシー・ハルクはまだんていうの、ハルクがそもそもなんて言うんでしょう、まだ化け物い怖いっていう感じのやつで、ドラマに近い設定だった、ドラマがやってた時期のコミットなんでね。 逃亡者的な設定である、うん、感じだったので、逃げてる状態の、ブルースバナーがまだ指名手配されてる時代、うん、まだアベンジャーズとかうんじゃなくてっていう感じの設定だったんで、あの、ちょっと雰囲気が違いますけど、はい、まあ、あと、まあなんか、なんでしょうね。なんだっけ、あの、確か最初の試合が出てきたときに、はい、あの、 博士って呼ぶんですよ、そのジェニファーは。で、ブルースのこと、ね、はいはい、そんな風に呼んでくれるのは君だけだよみたいなこと言ってるんだけど、はい、冷静に考えると、そんな風に呼んでんの、確かに <laughs> 今もあたりもそんなに見えねえんっていう、<laughs> はいはい、なんかね、突然出てきた設定だったりとかが <laughs> <ん>あの見られるんで、後に全然呼ばないんで、別に <laughs>。<laughs> そういうところとかね、楽しいんで見てみてください。またこれはね、2話3話みたいなところでももしかしたら、そのエピソードにまつわるような何かが。もしかしたらそうですね。恨みを買ってるとか、そういうところのくだりとか、弁護士をやってるっていうところの説明とかすごい気をされるので、ははいい確かにぜひぜひチェックしてみましょう。でまあトイレの中でやってると、結構女性たちが来て、 もうやたらすごく優しくてアメリカ人珍しいんじゃないですかそういう感じの人多いんですかおせっかいというか大阪のおばちゃんみたいなイメージなかったんですけどなんかでも男にやられたみたいな時のみんなの優しさという感じというかひどいことをされた時には知らん子でもみんな優しくするよみたいな感じの。うん まああなんかねあの本当は、えー、ジェニファーが強いはずなんですが、ね、周りのああいった、えー、一般のお客のああいう人たちが女性が強く見えるっていうようななかなか、うん。 ねえー、意味もいろいろあるような、えー、すごくいいシーンでございました。はい、まあ、そこでいろいろ服とか化粧とかしてもらったりとかして <laughs>、えー、店の前で、まあ、ブルースを待ってるっていうところで、まあ、今度は下水、えーね、男たちに <laughs>、えー、声をかけられてでそこで怒りがっていうところでやはりここで、まあ、変身の、えー、一つの。 えー、パラメーターであります怒りであったりとかそういうところを描いてるとは思うんですがうーってなった時に変身してしまいで、えー、また緑のでっかいやつにまたタックルで <laughs> っていうような感じのシーンになっておりました <laughs> はい、はい、一応今こう電話をかけるとですねはいはい<ー>こんな感じで Hi you reached the superhuman division at GLKNH <noise> g l T h かな <noise> 確かに弁護士事務所に繋がるんですよ、ね。うん。残念ながら、まだその弁護士事務所が第1話では出てないんで、ちょっと2話の方でのまた。